自民党総裁選、1位岸田支店に川野氏の決選投票へ、岸田氏が256票、川野氏255票、高市氏188票、野田氏63票自民党総裁選は、29日午後の1回目の投票で、岸田文雄氏が256票、川野太郎氏が255票、高市さな氏が188票、野田聖子氏が63票を獲得した。過半数を得た候補がなく、直ちに岸田、 にによるる決選投票に入る結果は午後3時40分ごろまでに判明する見通し、国会議員票は岸田氏が146票、高市氏が114票、川野氏が86票、野田氏が34票だった。党員・党友票は側野氏が169票、岸田氏が110票、高市氏が74票。